皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、不定詞で何々するためにという意味を表す場合、この場合の練習問題をやっていきます。 to プラス動詞原形で何々するためにという意味の目的、これを表す場合、これは副詞的用法という使い方の一つでしたね。この場合についての練習問題です。練習1、日本文に合うように英文を完成しましょう、こういう問題です。括弧1番、恵子は大仏を見るために鎌倉を訪問しました。目的の部分は大仏を見るためにですね。これは喋ってその後で付け加える感覚で使いました。ですから前に来る文章は、恵子は鎌倉を訪問しました、この英文が来ますね。ですから恵子 visited 鎌倉そして不定詞で to see 大仏。稽古 visit 鎌倉 to see 大仏、ね、これが括弧1の答えになりますね。括弧2です。彼は美術の勉強にフランスに行くつもりです。ちょっと日本語を見ると何々するためにという言葉はないんですけれど、これ美術の勉強にということは美術の勉強をするためにという意味ですから、ここの部分がこの文の目的の部分になりますね。ですから前に来るのは、彼はフランスに行くつもりです、この部分ですね。 He will go to Franceで、この後ろに to を使って美術の勉強をするためにが来ますね。 to study art、ね、He will go to France to study art、ね、これで彼は美術の勉強にフランスに行くつもりですという英文が完成しましたね。括弧3です。彼はなぜ新しい自転車を買ったのですかという、まず質問の文章ですね。これなぜということを聞いているので、最初には Why、ね、Why did he 買ったんですから、 Buy Why did he buy a new bike、ね、Why did he buy a new bike、ね、これで彼はなぜ新しい自転車を買ったんですかという意味の文章ができましたね。そして学校に行くためです。これ何のためにという目的を表していますから、不定詞だけで答えることができますね。不定詞を使って答えることができます。そうすると to go to school、to go to school、 学校に行くためにという返事の文章が完成しました。では練習の2に移ります。単語を並び替えて日本文に合う英文にしましょう、こういう問題です。括弧1で、あやは宿題をするために図書館に行きましたという、こういう日本文ですね。目的の部分、何々をするためにという目的の部分、ここにありますね。これは後ろで付け加える感覚ですから、まず最初に作る英文は、あやは図書館に行きましたという英文を前に持ってきて、その後ろに to を使って宿題をするためにと付け加えます。あやは図書館に行きましたという英文、あやがまず主語ですから、あやで過去形で went to the
図書館ですから、library、ね、I went to the library。 で、この後ろに宿題をするためにも不定詞を使って付け加えます。そうすると不定詞は to プラス動詞の原形で to do、 to do 彼女の宿題ですから to do her homework。 do はちょっと変だった話です。 to do her homework。 I went to the library to do her homework。 これで彩は宿題をするために図書館に行きましたという日本語に合う英文が完成しました。よろしいでしょうか。今回は何々するためにという目的を表す不定詞、この練習問題をやってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。